今日は端午の節句、子どもの日です。子どもがいっぱい集まる場所で子どもたちの夢をいっぱい聞いてきました。開園前の長い行列、とべ動物園です。そして9時開園です。子ども園長らが来園客を出迎えています。子どもの日の特別イベント、小学6年生8人が園長、キーパー、獣医師に分かれて1日お仕事体験です。シマウマ、向こうにおる。シマウマ。ゴールデンウィーク、とべ動物園はコロナの影響で一昨年、去年と2年連続で休園しました。感染対策を取った上で開園している今年のゴールデンウィークは、来園者数がコロナ前の2019年並みに回復しているということです。家族と、はい、子供の日なんで。何が一番良かった？ライオン。楽しみにしていたのは何ですか？カワウソです。感動しました。まだ初めての子供の日って分かってないと思うんですけど、なんか思い出作れたらいいかなと思って。カバさん何してた？こんな感じで歯磨きしてたね。動物園もここまで賑やかだと楽しいですね。あと一歩前に出るか。こちら獣医師体験の小学生、羊の毛刈りに挑戦です。最初は怖かったけど、だんだん慣れてできるようになったら面白かったです。続いてこちらはカバとサイのキーパー体験、カバの歯磨きに挑戦します。さあ行きましょう。よし、そうそう、うん、よし、いいや、あそこ磨いてやって、よし、綺麗に磨い取ってあげてください。カバーが家で飼ってる猫に似てて、よかったら かわいいなと思いました。なんかおっとりしとるというか、なんか動きが緩いみたいな、なんていうのかなみたいな。お母さんがもともと動物看護師をやってて、かっこいいなと思ったもあるし、その動物を家で飼ってて、こういう動物が健康で暮らしたらいいなという夢があって、動物看護師になりたいなと思いました。他の子どもたちにも夢を聞いてみました。大工さんです。大工さん？だって上に登るとかやります。将来なんか家を建ててくれるみたいに言ってるんで、まあ、楽しみに待とうか。それは楽しみですね。ダンス。ダンス。みんなでの前で踊るときに恥ずかしいって思わずに踊れるようになった。看護師さん。看護師さん。なんで？いろんな人を助けたいから。こちらの中学3年生は今家族に伝えたいことがあるそうで。一人で過ごせる時間が欲しい。5人兄弟で、あんまわちゃわちゃしてなかなかないから、楽しいです。逆に静かな時じゃないんで、賑やかで嬉しいです。でもたまには一人の時間が、たまには欲しいかな。とべに続いては今治。このゴールデンウィーク、タオル美術館に登場したのが、めちゃくちゃいい、かわいい。すごい。タオル製造に欠かせない糸巻きをおよそ1300本使って作られた家、その名も糸巻きのお家です。糸の色は200色以上。家の中には子供サイズのキッチンも作られています。子供の日なのでお菓子をあげます。はい、どれか一つ取ってください。一つで一つ。お菓子のプレゼントは子どもの日限定。飴も一つあげるよ。タオル美術館でも聞きました。夢や今伝えたいこと教えてください。何になりたいですか？プリンセス。なるためにはどんなことしたらいいんでしょうか？片付け。元気にのびのびと育ってくれたらありがたいです。おばあちゃんも同じです。
元気で育っていただいたのありがたいです。将来の夢はネイリストです。受験生なんで勉強頑張ってます。楽しめてできる仕事が一番いいかなとは思います。おばあちゃんおじいちゃんお土産買って帰ります。水族館の飼育員です。魚の勉強いっぱいして、学校の友達をみんな笑わせたいです。私も、もう水族館の飼育員になりたいです。公務員になることです。収入が安定してるっていうか、お母さんお父さんにも何かないですか？いつもありがとうございます。タオル美術館では明日と明後日、母の日用の花やアクセサリー、焼き菓子などが並ぶマルシェが開催されます。続いては愛媛で沖縄気分を満喫です。今日松山市では沖縄の食や文化などが楽しめるイベントが始まり、多くの人でにぎわいました。県民文化会館にはイベントが始まる午前11時を前に来場者の行列ができていました。沖縄フェスタ in 四国は新型コロナで希薄になった人とのつながりを取り戻すきっかけにしてもらおうと、愛媛県文化振興財団などが主催したものです。イベントは去年開催する予定でしたが、新型コロナの影響で延期となり、今年沖縄が本土に復帰して50年の節目にあたることから開催が実現しました。会場には沖縄名産の泡盛や三線などの物販ブースのほか、豚のバラ肉が乗ったソーキそばなど沖縄の食が楽しめるブースもあり、来場者は沖縄グルメを堪能していました。沖縄に来た感じがして、はい、楽しいです。3杯目です。すごい気持ちいいですね、今日天気が良くて。梅雨が明け次第、夏の沖縄にお越しください。抹茶イビンド。沖縄フェスタ in 四国は明日も行われ、沖縄のアーティストらによるライブなどが行われます。